新年明けましておめでとうございまーす。俺たちの時間、アキでーす。いつもね、動画を楽しみに待っている皆様、ありがとうございます。今年もね、ただただ俺たちが楽しんでる時間をお送りしますので、皆様、どうぞよろしくお願いします。本当はね、メンバーの沢健くんと一緒に撮りたかったんだけどね、まあ彼が実家の東北に帰っちゃったもんでね、一人での挨拶となっておりますが、まあそんなことよりですね、タイトルをご覧になった方々ならまあもうお気づきでしょうが、今回もシャドーバース CV 全部みんな企画やっていきたいと思います。まあ何回か参加してる人ならまあわかると思うんですけど、俺たちの時間チャンネルではシャドーバースを全部俺アッキーが表現してみたという動画があるんですけど、今回の企画ではこれからやる試合の CV を視聴者の皆さんに表現していただいて、それを動画化するという企画になっております。詳細は動画概要欄にね載せてありますので、参加したいなという方はねそちらの方をご覧ください。ほら最近出たパックでもね、これ有名な実況者の人がさ CV をやっていたんでね、視聴者の皆さんの中にも CV をやってみたいなって人がほらいるかもしれませんしね。それで今回の企画はですね、スタン落ちしたカード、ローテンションで使えなくなってしまったカードを中心にデッキを組んで戦ってみました。シャドーバースをね、初期からやってた人たちにとっては懐かしいなーって思うカードがあるかもしれません。ちなみに、男性が女性キャラ、女性が男性キャラの CV を演じていただいても OK。複数のキャラを送っていただいても OK です。そして、見事 CV が採用された方の中で、ベスト CV に輝いた方には、特別な賞金も用意しておりますので、皆さん、ビシバシと応募してください。それでは、試合の動画を流しますので、その中から好きなキャラの CV を演じてみてください。それでは、スタートでーす。さあ、始まりました。シャドーバース CV 全員、視聴者企画。はい、第3回目は、ヴァンパイアとロイヤル。退屈させてくれるなよ。どうぞ、覚悟を。というわけでね、まあ、第3回目と続いてきたんだけど、まあワードロだよね。高校だしね。あ、でもなかなかいいんじゃないか、この手札の展開は。いやー結構真面目にね戦ってね、いい試合が取れるまでね結構時間かかったんだけどね、うん、結構これいい試合になるんじゃないか。お、よろしく。あ、はいはいはい、よろしく頼む。忍者エッグまあ今でも使われるよねこいつね。まあいやでもこっち1個すれてないんだよな確かな。まあしょうがねえわそれは。あーてかロイヤル先行ちょっときついかもしんないな試合的に。おケンタロスヴァンガード、そいつしか出すカードがないってわけか。まあしょうがねえな、それはしょうがねえよな。ちょっと二体処理できるこの眷属の召喚の方がいいかもしれねえな。まあ相手もちろんピーポーでさ顔面殴ってくるじゃん。そしたらまあまあ相打ち取ってさ、まあなんとなく盤面はちょっとし整理できるんじゃないかなってね、うんって思うんだけど。ああ、殴って殴ると、いやでもまあさ、おっといいのかな、3コス出してこなかったのはいいのかな。え、じゃあバンバンいっちゃいますよ私は。でこれ出してまあ復讐状態になると、まああんま意味ないけどな。で殴ってって、我が意志はまだ折れぬ。いいんじゃないかこれで。まあ相手高校4、あ先行4ターン目だからまだフロジェネが、あのフロジェネだっけ、なんだっけ。あこっちのターン、あれ何も出してこない、あれいいのかな、いいのかな。え、じゃあバンバンいっちゃいますよ。あやべえどうしよう、えどっち出そう。残り体力6です。いやでも今じゃなきゃいつ出すんだっていうね。ワードロボさ、なんなら返しで出したいじゃん。いいんだよここはこれで、ほらノーブル、あれ進化しても5-5だよな。だからいいんじゃね。で回復して、おー2枚目来たね。2枚目来ちゃったね。ここはまあ、いやまあワードロでいいよな。でワードロ進化でこいつ取って、小手調べだ。でノーブル取ると、これで魔装の鎧に取り込んであげる。私の一部になりなさい。爆アド、いいだろこれ爆アド。でこれで顔面殴って、
俺なんかロイヤルのくせに全然なんか展開してこないね。いいのかな。このまま勝っちまうぞこれ。このままだと俺いいのかな。え、だって手札は結構やりたいこと何でもできるよ。いや、なるほどな。それは強えわ。そいつは強えわ。今でもさ、まあ使われることあるもんな、椿な。かわいい。椿かわいい。あー、どうしようかな。ここはさ、うわー、ちょっと復讐状態だったら仮面の暗殺力者出したかったな、これ。どうしよう。いやー、まあ、でもこれでちょっと一回お茶流しとくか。いやー、いや進化で取られるかな。いや、なかなかないと思うけどな。多分相打ちしてくんじゃないかなって思うけどな。どうよ。いや、相打ちでしょこれ。いや、返せないでしょ。返せない返せない、無理だって。無理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 。いや、こんな社畜をね、この社畜をさ、そんな簡単に処理はできないよ。どんだけあの社会支えてると思ってんだ、社畜が。あれだからね、このシャドーバースもね、その社畜たちが作ってるようなもんだからね。おっとおっとおっと、そいつはやばいんじゃないか。ちょっと待って、あれ、おっ、へえへえ、そういうことするんだ。そういうことするんだ。そうしましたら私どうするんですか。え、そうしましたら私どうしたらいいんですか。これちょっと待って、ソウルディーラー、いや、ソウルディーラー出しても目視打てない。あ、でもソウルディーラー出したら仮面の殺戮者使えるな。ちょっと待ってね、ちょっとみんな考えさせて。これ出し、いや、これ出して、魂を呼ぶ、これ話はそれからだ。でも、まあ、6になるけど、これでそうだね、進化して、進化して、で、これで一回変わるんだよ。こいつを先に買っといて出るじゃん。で、これも変わるじゃん。で、仮面の殺戮者で全処理と。はい、バックアード、はい、バックアード。これなかなか、いや、今のはなかなか良かったでしょ。これはさあどうする。こっちには3号の守護と8一の守護と3二の東京グールがいるけど、どうする。おっと、出てきた。そら遊んでやろう。いやー、出てきちゃったね。え、どうすんの、処理する。いや、ここ処理しないときついよね、そちらさんね。どうする。え、あ、そんなカード持ってたんですね。珍しいカード持ってますね。あー、なるほどな。見ててくださいね、乙姫。それで変わると、まあ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 、まあ、で、これでも一瞬で盤面返せちゃうからね、俺でね。あ、いや、ま、ん、いや、そうだよね、ここいいよね。まあ、まずこれ使いたいから、これ使いたいから東京グールで顔殴って、バラバラになれ、殴って、え、まあ、これで全部食ってもらって、さようなら皆さん。で、裁きの悪魔かな、裁きを下す。いや、なかなか、いや、こいつは処理しにくい。てか、ほら、あいつ進化圏使い切ってるわけだからさ、これは処理しにくいでしょ。これはどうよ、どうする。 QPP もありますけど、ちょっと難しいんじゃない、こいつ処理するのは。それか6ダメワンパン出すか。いや、きついんじゃないかな、でも6ダメワンパンは。そうだよね、だってスタンダードとダークネスエボルズじゃあきついんじゃないかな、一旦で6出すのは。え、やめて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 、やめろ、もう何も出すな。あ、やめてやめて、何、やめてやめて。よし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 、まだいけるまだいけるまだいける。え、バンピーちゃん来たけど、バンピーちゃん来たけど、我らは選ばれし闇の血統、アルカーズで、レッドオシを倒してもらって、レッドオシ倒してもらって、こいつを飯食って。
よし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 、10回復した、10までになった。で、スイーティングヴァンパイア、よし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 、持ち返した持ち返した持ち返した。え、でも、え、次6、7でしょ。で、最大9与えられて、あと残り2。あ、バンピーちゃんでいけるな、これ。オースレスナイト、隊長任せてください。と、で、それで、おいおいおい、それで終わりか、いいのかな、いい、俺次もうリーサルミー、おおお、ちょっと話が、ちょっと話が違ってくるな、それ出されると。まあ、もちろんピーポーでさばきの悪魔やってくるよね、これね、やるよね。待って、そうされた場合4-1と、さてどうして、4-1と1-3が残って、まあそうだよな、裁きを受ける、それやってくるよね。あ、終わりなんだ、バンピーちゃん2枚目バンノータイムバンピーちゃんで出して、ガプガプってやってもらって、あー、ちょっとこれは一体フォレストバットもったいないけど、進化してまあ、消えちゃうけど、ちょ、あれカードはできたら顔面に行きたいから、でこれで殴って、スイーティングヴァンパイアで1体だけ処理しといて、で、レッドオシュで顔面、あ、危ねえ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 、これ使ってとりあえず処理しとこう、これで。いや、きついだろこれは。いや、もうさすがに返せないだろこれは。どうよ、いや、無理だ、無理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 、お前は無、もう負け、俺の勝ち、もう無理。おっと、この剣に誓う、あなたの勝利と栄光を。おっと、え、そいつなんだっけ、受けてみよう、おい、ゼロダメージ。おっと、いけるか、ユリム、ちょっと待って、レッドオッシュでぶつけて、ああ、なんだ、勝ったじゃんこれも、ぶつけて、あ、なんだ、せっかくなら、あ、まあで、こいつで、まあとりあえずこいつは処理しとくじゃん、処理しとくじゃん、せっかくならこいつ出しとこう、こいつ、大地を汚し、すべてを、ちょっとこいつ俺期待してるからね、こいつで、でこれ殴って勝ちだと。でも美味しそうね、そう、お見事、あざー。いやー、まあヴァンパイアはやっぱ強しだね、相手事故ってた感あるけどね、ちょっとね。